今向かっているバーは鎌倉駅から徒歩10分ほどの博物館のバーオールドイングランド。ここに集まる仲間との楽しい会話は僕の最高のご褒美だ。今日はこのバーに特別にご案内しますね。鍵を持っている人しか入ることができないんです。英国アンティークに囲まれた素敵な雰囲気の中で一緒にお酒を飲んでみませんか？さあ、着きました。英国アンティーク博物館バムー鎌倉、土橋正臣のノーアンティーク、ノーライフ。こんばんは、マスター。あ、いらっしゃい、土橋館長。いや、今日も、はい、ここのバーは静かでゆっくりできそうですけれども、ね、6月も入ってどうですか？もうね、アジサイもそろそろあれかな。そうですね、中旬過ぎましたからね。そうですね、はい。でもね、あの面白いね、コラボの話が今出ちゃったりしてですね。お、話聞かせてください。そうなんですね、鎌倉つながりでね、はい、あの鎌倉シャツさんって知ってます？もちろん存じ上げてますよ、ね、メーカーズシャツ鎌倉ですよね、ちょうどね、鎌倉シャツさんはね、はい、30周年記念なんですって。あ、そうなんですか、1993年かな、そうすると博物館からも近いですよね。そう、徒歩 2,3 分ですか ね、 そうですよね、本店がね、はい、ちょうど八幡宮の前を目の前にして、はい、右手に折れますね。そうですね。で、1分ぐらいのところにあるんですけども、うん、博物館からすぐなんですけれども、はい、1993年というとね、はい、自分がちょうどイギリスに初めて行った時が1993年なんです。あ、そうですか。私自身の英国とのつながりが30周年記念、今年がそうなんですよ、はい、で、鎌倉シャツさんも30周年記念で、はい、これ面白いから何かやろうよって話になったわけですよ。おお、いいですね。ね、はい。どんなこと？いや、でね、鎌倉といったらね、はい、まあ、もうしょっちゅう行ってますけど、私はね、はいはい、あの八幡宮の裏山ね、はい、これがほら、あの宅地になる予定でしたね、1966年に、それを防いだのがナショナルトラスト、はい、日本初のナショナルトラストが立ち上がったということで、英国と関係してるから、はい、これね、うちの博物館、シャーロック・ホームズの部屋があるでしょ。ございます ね、 ね。で、初版本も置いてあるでしょ、はい、なので初版本の中にシドニー・パジェットさんという人が挿絵を描いてるんですよ、はい、その挿絵はね、まあ、あのシルエットじゃなくて、まあ、普通の人物画っぽく描いてあるのを、はい、こうシルエットに起こしてですね、はい、そのモチーフのものを鎌倉シャツさんとコラボして、うん、はい、絵に、まあ、シルエットをですね、うん、ネクタイに入れ込んで。ネクタイですか。そう、ネクタイに入れ込んで、はい、もうドットみたいな感じで小さく入れ込むわけですよ、はいはい、見えないような感じでそれを、まあ、拡大鏡、はい、虫眼鏡で見たら見えるみたいな体でパッと見たら、うん、ネクタイが、うん、あのドットのネクタイに見えるわけです、はいはい、でもよくよく見ると、うん、シャーロック・ホームズのシルエットっていうドット一つ一つがそうそうそうなってるので、反対向きになってて、はい、でそれでやるとね、これね、面白いなって言って、はい、で色もね、まあ、ちょっとね、黒なんだけどちょっとグレーがかった黒と、あとね、ちょっとレンガ色の茶色、ちょっと薄茶みたいなレンガ色の2種類展開でいこうと、はい、で夏でもできるということでね、うんうん、これは面白いことを考えて、はい、あの限定でね、あの500ぐらいで作ってるんですけど、250、250で色違いで、はい、これ面白くないですか。いいですね。そうするとね、はい、あの父の日とかね、にあの娘さんとかね、息子さんが、はい、あのあげるにちょうどいいな、なんて。そうですね、これね、マスターもほら時々あのネクタイするでしょ。もちろん、はい、あのね、これをしながらほらお客さんとね、あ、会話してる時なんかいいじゃないですか。はい、ね、ぜひちょっと今度そうですね、やってみますよ。いや、もう本当ね、はい、行ってみてください、はい、もうね、今ね、ネット上の本店でね、ええ、買うとね、はい、鎌倉シャツの本店と、はい、バム鎌倉でも発売してるんですけども、あ、そうですか。買うとね、はい、漏れなく、はい、バム鎌倉の博物館の招待券がついてくるという、ええ、太っ腹な太っ腹ですねなんていうことでしょう。館長、さすがそうなんですよ、はい、
まあね、こういう企画になってて、イギリスのシルクメーカーとコラボして、そのメーカーの人がもうね、1700年代後半にできたメーカーなんですけども、その人がちょっとあの協力してくれて、あの最高のシルクを使って作るという形でね、あのやってますので、あのぜひね、今度見に来てくださいね、はい、限定なんですね。限定なんですよ。もうね、もう今からあの行きましょう、はい、あの明日行きましょう。ぜひ明日行きましょう、はい、ご案内ください、はい、なんて感じでね、まあ、今日も一曲リクエストしていいですか。もちろんですよ。じゃあ、ね、イギリスの話題にちなんでトンプソンツインズの Hold Me Now をお願いします。かしこまりました。今日は大東文化大学教授の川野義秀先生と待ち合わせなんです。川野先生といえばイギリス児童文学の研究者、特にピーターラビットの作者さんであるビアトリックス・ポターさんの研究者としてですね、活躍していますよね。お、ちょうどバム鎌倉の博物館のバーにお越しになられたみたいですね。ちょっとお話を聞いてみましょうか。こんばんは、川野先生。こんばんは、土橋館長。今日は博物館にご招待いただきありがとうございます。いや、ありがとうございます。来ていただきまして、お越しいただきまして、まあ、先生はね、1月にもバムアカデミーって言って博物館のアカデミーの方を、ね、お越しいただいてですね、あのちょうど土橋がこう博物館ができるまでの過程をですね聞いていただいたんですけれども、あの、ね、博物館来ていただいてから私も遊び行きましたね。そうですね、はい、3月でしたかね。はい、3月2日だったと思います。3月2日ですかね、いやあの日もね、よかったな。3月ちょうどね、イギリスっぽい気候でしたけれども、素晴らしい、あのあれですね、ポターさんの資料館ありましたね。いや、でもあの先生のね、あのピーターラビット愛というんですかね、ビアトリック・ポター愛というか、それを感じる資料館でしたけれどもね、でところでね、先生ね、いや、いろんな話を今日ね、せっかくだからお会いしたから聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、の中で、あの出身ってどちらなんですか、もともとの。僕は東京の吉祥寺で生まれました、うん、あ、また中心地じゃないですか。でも、もう本当に昔の思い出だと、もう本当に下町で、もう長屋みたいのがたくさんあって、今の雰囲気とは全く違ってました。今はね、おしゃれな町になってますけど、まあ当時はね、そういう下町っぽい雰囲気が残ってたわけですね。じゃあ学生時代ってどんな感じのあれだったんですか。あの、僕は野球少年で、で中学は相模原の中学 で、うん、で、あの原辰徳が、あの近くの中学で、いつも対戦して、対戦してたで、楽しい時期でした。あ、そうですか。で今原もね、頑張って、まあ、ちょっと巨人今調子悪いですけど ね、頑張ってほしい。いや、本当だね、まさか監督になるとは。そ ね、そうですね、思いもよらなかったでしょうけれども、はい、でもすごいな。で、はい、で、まあ、高校で、まあ、ちょっと怪我をして辞めてしまって、そっから英語を勉強することになって、高校で怪我って、なんか、かなり大きな怪我したんですか。そうですね、こう肘を怪我して、昔、あの今だったら多分手術ぐらいだったかもしれませんけども、そういうのがなかったので、でも辞めた方がいいんじゃないかって医者に言われて、そっから本当に英語を This is a pen から始めました。そうですか。だからスポーツ少年が怪我をきっかけに文学少年に移る瞬間ですね、うん、そうですね、逆ないと思うけど、まあ、うん、そうですね、そうですねそしてあの肘を痛めた結果、英語に目覚めたと、はい、いうことですね。で、英語に目覚めたんですけれども、英語、急に英語なんですか、それ。どうなっちゃうと英語なんですか。これ私事だけど、父親があのスティーバンク、昔ファーストナショナルスティーバンク、はい、スティーバンクね、でそこで、まあ、あの仕事をしていて、英語が非常に身近にあったので、で、まあ、父親に今まで野球やってたんで、はい、あの This is pen からでいいから教えてくださいってことで、お父さんに習った。そうですね、はい、あ、英語、あ、それはそれは、スティーバンクだったらね、外資系のね、でもちょっと紳士っぽいだろうか、熊本出身で、よくあの殴られましたよ、こう、お前こんなのもわからないのかってね。結構スパルタでしたね。そうですね、はい、あ、本当に楽しい、いい思い出です。あ、そうですね、まあ、愛情こもったスパルタですね。そうですね、はい、あ、それで英語を習って、でこうね、最初からもう英文学ではないわけですね。そうですね、はい、まずは英語で入っていった、じゃあその教材とかそういうので英文学もあったんですかね。
そうではなく、そうですね、うん、で僕は学部に、高校は桜美林だったんです。あ、桜美林ですか、はい、で土橋さんご存知だと思いますけど、桜美林って甲子園で優勝したことが、優勝してますよね、ちょうどあの時代、あの年代、学年が僕だの、でも本当悔しかったんですけどね、途中で辞めたんだけど、でもまあそれもまたね、うん、いい思い出で。そうですか、はい、じゃあ強い高校のところに行ったから、まあだから野球も相当頑張ったでしょ、これ。そうですね、やりすぎる性格ですね。そうですね、はい、今の感じから聞いたら、じゃあ相当朝昼晩と練習しちゃったために、ね、はい、肘が悲鳴を上げたんですね。そうかもしれないですね。ポジションはどこだったんですか。怪我をしてから、ピッチャーだったんですけど、怪我をしてから外野に行ったんですけど、やっぱりダメで。ピッチャーだったんだね、はい、だからなおさらのこと、そうでした、ね、肘に負担がかかったということで、それから、うん、そのまま僕はオービリンに行きまして、はいはい、でオービリンは非常に英文学、うん、英米文学科だったんですけども、すごくいい先生たくさんいまして、でそこで文学って素晴らしいな、こういう本を読みながら生活ができればいいなってことで、うん、文学にのめり込んでったっていうことです。じゃあ高校ですね。そうですね。あ、じゃあ早くですね、高校時代に、まあ、文学に目覚めたということです、ね、それもあります、はい、その頃ってどんなのが好きでした、その英米文学の中で。結構シャーロック・ホームズも読みました。あ、そうですか。楽しかったです。ホームズも、はい、で結構あれ有名ですよね。すごく売れすぎちゃって、で自分は心霊のことをしたくて、そうですね、でもね、お金もある程度あるから、うん、でだけども書いてくれ書いてくれって出版社が言って、うん、でもやめたいんでシャーロック・ホームズを殺しちゃうわけですね。そうですね、滝に落としてですね、はい、で金がなくなって復活ってリターンですね、うん、そうですね、ああいうのを楽しく読みました。あれも面白いね。まあ、アーサー・コナン・ドイルの人生も物語みたいなもんですから ね、殺しながらオファー、お金のオファーで戻ってきて、はい、でもその死体はあげなかったっていうのもうまいですね。うん、そうですね。アーサー・コナン・ドイルが滝壺に落としたんだけど、その物語の中で死体あげてないから、うんうん、ベースに戻るっていうちょっとあれもあったのかもしれないって言われてますけれども ね、それでリターンしたと、うんうん、ね、面白い。それで最後心霊現象行って、昔丹波哲郎って言いましたね。そうですね、あの大霊界っていう感じ、はいはい、あの感じですよね。そうですね、もう最後はね、全財産を心霊現象につぎ込みましたね、うん、はい、僕は丹波さんと一度あるアルバイトで会ったことがあって。あ、そうですか。で絶好、絶頂の時で、うんうん、でやっぱりあんな調子でね、うん、死後の世界をある言ってましたか。数えてみなさい、1、2、3、4、5って言ってましたもんね。あ、面白かったです、ね、あの方面白いですね。面白かった。私もね、大学時代にね、丹波哲郎さんの講演会があったんですよ。でね、釘を刺してたんですよ、うちの教授がね、うん、丹波さんね、今日は心霊世界の話じゃなくて、ちょっと今までの人生を語ってくださいって言った瞬間に、はい、では分かりましたって、死後の世界はあるって最初から入ってきてはい、はい、みんな大笑いして冗談みたいな、うん、講演会だったんですけれども、うん、あの方も豪快な方でしたけれども ね、はい、まあ、そういう感じでアーサー・コナン・ドイルも死後の世界があるということで、うんうん、全財産を作って、最後はね、南イングランドの方で、うん、蜂のね、養殖をして、それで亡くなったっていうのがありましたけれども、うん、そしたらホームズとか、あとどんなの読んでました、その当時は、高校時代オービリンの時は。そうですね、やっぱシェイクスピア好きな先生がいて、で、まあ、原文じゃないけども、うん、こうリライトした、ものが、芝居を読みました。そうですか。やっぱり英文学だですから、英語を原本で読むのが多いですかね。そうですね、うん、そうですよね、やっぱり英語で読むってことですよね、うん、授業の一環ですかね。そうですね、あるいは、そうです、先生、うん、あの頃は本当にこう、うん、なんて言うんですよ、何でもできた時代だったんで、先生が放課後、ね、うん、みんな集めて、うん、でお菓子買ってきて、うん、食べながら本を読んだりとか、ね、うん、あ、そうですか、楽しかったです。あ、それいい時代ですね、うん、お茶しながら。そうですね、うん、特にこの高校時代で特に一番読んだのっていうのは、その分野でいくと何になりますか。僕は高校生の時、うん、やっぱり英文学も面白かったけど、うん、僕はマリア・サエチっていう作家がいまして、このマリア・サエチがとても好きでした。で彼はジェームズ・ジョイスっていうね、はい、翻訳をした人 で、うんうん、で大学入って、あるいは大学院の時はジェームズ・ジョイスという非常に難解な小説家を
勉強しました。かなり難解ですね。そうですね。それ高校生にしてはハードルがちょっと高いような。いや、高校の時はそのマリア最一でした、うん、で大学に入ってからそのマリア最一、そうです、マリア最一の影響で大学に入ってジェームズ・ジョイスって。そうですか。その大学はどちらの大学でした？そのままオービリンに。あ、オービリンにそのまま行って、はい、そして、まあ、ずっとだからもう高校時代からもう文学漬けですね。そうです、好きでしたね。文学青年だったわけですね。そこまでいかないかもしれないけど、まあ、好きでした。あ、そうですか。その頃っていうのはやっぱり文学にやるとやっぱりその場所に行きたいとかそういうのは思いませんでした？うん、思いました。だけど、うん、まあ、土橋さん、僕ちょっと若いんで、うん、身近だったかもしれないけど、うん、僕たちの時代はまだこう、うん、海外にこう出るっていうのがなかなか難しい時代だったと思います。ちょっとハードルが高い時代ですね、はい、あと高かったですからね。そうですね、はい、ポンドも高い時代ですからね、うん、そういった意味では、まあ、想像の中で、うん、そうですね、物語を。でもそこまで読み続けると英語もかなり堪能になってきますね。うん、いや、まだまだですけど、今でもまだまだですけど。で、いつになってこう、ね、ピーター・ラビットと出会う時が出てくるわけですよね、はい、これいつ頃出会ってくるんですか？僕がイギリスに、うん、まあ、留学というか、はいはい、研究員として、はい、4回ほど、はい、イギリスに行ってました。で、1989年の最初の時に、うん、僕を送り出した英文科の先生が、うん、主任の先生が、はいはい、まあ、大東文化大学の英米文学ってあんまり特徴ないから、ね、はい、何か行って気づいたことがあったら持ち帰ってほしいって言われて、あ、で、それまで僕はピーター・ラビットの話は、まあ、読んだことはあったんだけど、うん、そんな詳しくなかったんですけど、うんうんうん、イギリスの湖水地方のビアトリックス・ポッターのゆかりの地の、はい、ニアソーリー村のヒルトップってところ、ヒアトーリー、そしたら、ヒルトップですね、日本人がものすごく多くいて、うん、で、まあ、さーっとそれを見てグッズショップに、うん、入るんですね。グッズショップに入って、で、グッズショップで買い物するのはまあ楽しいんだろうけども、うん、僕は英文学を、まあ、志すというか、うん、の教育をしているので、はいはい、で、日本でもうちょっとこうピーター・ラビットの話を読む機会が作れればいいなということで、で、そういうことで、まあ、初版本を集めたりして資料館を作りたいって、うん、なるほど。で、それが今の後でちょっとそういう話になるかもしれませんけども、うんうん、大東文化大学ビアトリックス・ポッター資料館という設立につながるんですね、はい、じゃあ最初に行ったその時にニアソーリー村に行ってヒルトップに行って、その時どんな感じを思いました、うん、その見た雰囲気、やっぱり自然、そうですね、自然がまあ豊かだなって、うん、豊かですね、それを本当に壊そうとしないっていうところがね、とてもそうですね、気に入りました。やっぱり湖水地方は汽車ですね、当時だったら、うん、汽車、産業革命起こってもあそこには入れなかったと。そうですね、はい、あれが良かったですね。そうですね、うん、そして、まあ、ピーター・ラビットの作者さんである、ね、ビアトリックス・ポッターが一生懸命買い取って、うん、まあ、ナショナルトラストにつながるわけですけれども、うん、あれを今でも脈々と続けて湖水地方を守り続ける、あの英国人 の素晴らしさっていうのはすごいと、ね、そうですね、はい、思いますね。あの湖水地方に自分もね、まあ、買い付けの時についでに、うん、泊まることがあるんです、うん、まあ、何にもないとこですから、そうですね、車でしか行けないとこなんで、うん、まあ、細い道ですよね、はい、石が積み上がった塀の中で走っていって、うん、で、泊まるとですね、ちょうど湖水地方のところって朝もやが立ち上りますね、 そうですね、はい、そして平原があって、うん、あそこ歩くだけでなんか物語の世界に入ったような。そうですね、ね、で、近くに、パブがありますね、はい、アームズ、名前だったかな、アームズコートじゃなくて、なんかそのような名前ですね。いや、覚えてたけど、ちょっと待って、後で、後で出てきます、はい、そうですね、あのパブもまたいい雰囲気のパブなんですよね、小さいんですけどね、パブがね、はい、で、あそこを歩いてですね、なんかこうプラプラしたりするとですね、あの豊かな風景を守れる状態ってすごいなと思いますけれども、うんうん、じゃあその時にあれですね、オックスフォード大学に行かれて、はい、4回行かれたということですね、これ研究員ですか？そうです、はい、うん、この時はどんな感じの研究をされたんですか？最初は、うん、ジェームズ・ジョイスだったんですけども、はい、その後はもうビアトリックス・ポッターです。そうですか。はあ、オックスフォード大学の中でそのビアトリックス・ポッター研究というのは盛んなんですね？いや、ほとんどないです。ないんですか？児童文学はもうほとんどないです。児童文学ないんですか？ないです、はい。
でもあの OP さんという人がいろいろとわらべ歌とか、うん、そういったものを集めて、であのオックスフォード の辞書を作ってるんですね、はい、でそれがあの有名なんですけども、まあ、コレクションはあるんですけども、うん、その児童文学っていう講座はほとんどないです、うん、ないんですか、ね、ないです。これね、不思議なことがあって、ちょうどね、あの前シャーロキアンと言われる、うん、シャーロック・ホームズの研究家の方と一緒に話したときに、実はこう文学として、うん、なかなか確立しづらい分野であると、うんうん、シャーロック・ホームズ研究者というのは民間ではあり得るけれども、うん、大学研究ってなかなかない。シェイクスピアはあるけれども、うん、それが要するに雑誌での読み物だったわけですよね、はい、それを研究対象にするとなかなか難しいと、うん、やっぱりピーターラビットも児童文学なので、それを確立する、うん、まあ、不思議の国のアリスであってもっていうのはなかなか難しいのかなっていうのをね、ちょっと感じてて、うん、今ちょうどねお話をね川野先生からお聞きして、なんか似たような状況なのかなっていうのは思いましたけど、うん、日本の研究どうなんですかね、そのこの児童文学を研究本当に専門家でやるっていうのは少ないんですか。いや、日本では非常に多いです。であとアメリカでも多いです、うん、多いですか。アメリカでもで、やっぱりイギリスはそういうとこ保守的なのかもしれないですね。俺逆に本国ですよね、はい、それが保守的なんですか、うん、そう思います。アメリカは非常に盛んですね、児童文学は。盛んですか。まあ、不思議なことがあって、シャーロック・ホームズのアメリカの方の、まあ、団体の方が先なんですよね、うん、で逆に他国の方がしっかり周りから見るっていうところあるのかもしれないですね、うんうん、あ、そうですか。むしろ評価はアメリカのビアトリックス・ポッター、評価はイギリスで評価されたよりもアメリカで評価された方が良かった。そうですか、はい、あ、意外ですね。そうですね。まあ、それで先生は4回ね渡っていろいろ研究室と滞在していろんなものを持ち込んできたわけです、うんうん、わけですけれども、かなりね初版本とかもこの前ねちょうど行きましたけれども、うん、資料館たくさん初版本がありましたね、うん、あと初版本と書簡ですね、うん、手紙ですね、はい、あれもかなりありましたね、うん、ご本人のあれを集められたきっかけってどんな感じですか。やはり資料館を作りたいということで、うん、そのためにやっぱり初版本で大事ですね。でその初版本もなるべく綺麗なものを集めたい、はいはい、子供の読む本なので、はい、すごくこう子供はまあ開いたり閉じたりして ボロボロになっちゃう。ボロボロなで、それをまあ非常にこういろんな古書店とかね、うんうん、オークションとか、そういうところから、うんうん、ご購入しました。で、あと基本的にあそこはもうそのビアトリックスが生きていた時代のものを展示しましょうと。で、今最近レプリカとか複製をことが多いんだけれども、はい、まあね、ちゃんとこう管理をしっかりして、はい、オリジナルをみんなに見てもらおうって、そういうところを大事にしたい。要するに当時に本当に作られたオリジナルをその博物館もしくは資料館で置こうと、うんうん、このうちのバム鎌からとコンセプトは非常に近いですね。そうですね、はい、ここ本当に、うん、いいものがね、本物が置いてあるので、うん、そうするとその部屋を作ってみたりその雰囲気を作って、うん、それで再現した方が感覚的にも分かるだろう、うん、で逆にね複製を見るよりも本物見た方が臨場感があって、うん、やっぱりね、うん、先生本物見た方が伝わりやすいと思うんですけど、ね、いかがですか。はい、そう思います。質屋の修行っていうのがあって、で本物しか 見させないらしいですね。ダイヤモンドとかね、で偽物見ちゃうともう目がだんだんこうおかしくなって区別がつかないってよくあるけども、そういう意味では本当に本物を身近にいつも見てると、うん、本物でないものと区別がつくって、それは大事なことですね、うん、そうするとね、今大東文化大学のビアトリックス・ポター館の資料館で本物が置いてあるので、例えばね生徒さんですねが見に来ると本物を見る、今の理論でいくと本物を見るから本物を見る目が育ちますよね。そうですね、はい、それは大きいですよね、うん、そこ大事にしてます、うん、意外とね実際ビアトリック・ポターの、ね、資料館ヒルトップにありますけども、うん、行くんだけれども、はい、案外それほどなんか揃ってないなって感覚があったんですよ。そうですね、あそこはそういう書籍とかでは、うん、ないんですね、はい、実際にそこにいたものを、うん、その生活のありがままに展示して、うん、そうですね、本当一部ですね、書籍とかその書いたものも案外少ないんですよね。そうですね、うん、その近くにあるホークセットっていうところに、はい、ビアトリックスが結婚した相手が、うん、法律の事務所を持っていて、はいはいはい、でそこが今ナショナルトラストが
あの中心になって、そこであの原画とか、うん、あの本物のものを置くあの展覧会みたいなこと、企画展を毎回してますね。あの常設はないんですよ ね, そうですね。で自分もねそれ見ようかなと思って行ったんですけれども、うん、ちょうどやってなくて、うん、あ意外とね初版本もあまりないし、うん、見たかったななんて思いながら来たんですけど、うん、そういうことなんですね。そうですね、うん、まあ、ただ向こうはナショナルトラストということで、うん、非常にまあチャリティーを募って会費制で、うんうん、でもう全国をね守るという制度があるので、うん、その点は文学とか文化が守れやすい、あと自然がね、そうですね、はい、あの引き継ぎやすい環境にあるということですね、うん、でねこれね何年ぐらい集めてるんですか。そうすると先生はこの初版本とかいろいろな書簡とか、20年ほどです。20年集めてかなりいろいろ使いましたね、うん、そうですね、うん、あの初版本、まあうん、初版本鹿版自費出版した鹿版なんかはもう、はい、あのまあ何千万ぐらいな、最初何考えてんだお前はって、ね、何千万ですからね、まだ少し若かったんで、まあ、何を考えてんだ。いやいやいや本当ですよね。あのね普通に出版されたのじゃなくて、その前で自分で作ったものがあるんですよね、うん、あれが貴重なんですよ ね, そうですね、はい、あ意外とねあの出版社が作ったものは意外と手に入るんですよね、うん、今でも、はい、でも鹿版はあれ何冊ぐらいですか、作られた数は250部ですね。250部しかない。でそれがあの、うん、まあ、すごくこう評判良かったんで、うん、200部を、はい、あの追加印刷したと。うん、でもまあ初版鹿版の初版本は多分世界で10冊ぐらいしか残ってないと思います。あのやっぱり結局子どもたちが見るもので、そうですね、あの、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃって捨てられる、うんうん、でまあ児童文学だから、まあ、当時安いもんですからね、うんうん、あれ当時でいくらぐらいだったんですかね。当時は7シリング7シリングですか、5ペンスだったかな、7シリング。やっぱり安いです ね, そ う, ですね。そうすると、まあ、捨てられちゃいますね、うんうん、それの10冊のうちの1冊がありましたね。そうですね、はい、あのラッキーでした。よく見つけましたね、うんうん、あれはオークションですか。オークションじゃなくてイギリスのロンドンの古書店で、ロンドンの古書店でよく出てきたなと思うんですけれど ね, ね、はい、ああいうものってやっぱりロンドンの古書店ってあの奥に入ってるんですよね、うんうん、でもね何千万の単位なんで、うん、おいそれと一般の方は買えないですからね、うんうん、いやいろんな意味でね、その資料館、大東文化大学のポターの資料館はすごかったんですけれども、ね、ナショナルトラストの話先ほどちょっと出ましたけれども、はい、先生ナショナルトラストについてもなかなかいろいろ詳しいとお聞きしたんですけれども、この日本もねナショナルトラスト予約、まあ、先ほどちょっとね、うん、話してたんですけど鎌倉で立ち上がったんですけれども、ここら辺の話はいかがですかね。あのビアトリックス若い頃に、うん、ナショナルトラストの、うん、創立者の、うん、3人いるんですけど、その中の1人、はい、ロンズリー牧師という人と、うんうん、父親が非常に親しくて、はい、でその関係で、まあ、16歳の時に初めて会ったのかな、うん、でそれでその頃からそのロンズリー牧師は自然守らなくちゃいけないんだっていう、でそれを非常にこう彼女は感銘して、でその後もそのナショナルトラストというかその自然を大事にしなくちゃって、でその時、まあ、どうすればいいんだっていうのを長じて、で、まあ、ベストセラー作家になってどうしたらいいんだって、はい、でまあ、先ほど土橋館長おっしゃってたけども、まあ、土地を買っていってね、でこれの買い方もとってもうまくて、やっぱりいつも買えるわけじゃなくて、うんうん、でその買うために道路沿いの脇の道をずっと買っていくんですね。なるほど、道路沿いをね、そうすると奥が買えなくなっちゃうんで、なんかあれですね、でゲームのあれみたいですね、領土、ね、はい、そうです、はい、うん、ね、うん、でそういうふうな買い方をして、うまいな、うん、でどんどん広げていったんで、なるほど、で本当に彼女が残した、うん、土地とか 農場は、はい、4300エーカーで東京ドーム366個分っていうのは、4300エーカー、東京ドーム366個分ってもうちょっと気が遠くなりますけれども、ね、よく買い続けましたね、うん、でもそれだけピーターラビットが売れたわけですね。そうですね、はい、ね、そして道路沿い、道路付けがいいところを買い取ったっていう、うんうん、頭いいですね。そうですね、ほら結婚されてね、ちょっとその時にね映画になりましたね、うん、ミスポター、そうミスポターですね、あれもいい映画でした ね, そうでしたね、はい、あれどんな内容でしたっけ。
小さい頃から絵が好きな女の子が、うん、まあ、長じて、ピーターラビットの作者になって、うん、でそのピーターラビットの出版に際して編集者だったノーマン・ウォンという男性と、うん、で恋に、まあ、恋をするようになって、うん、だけどその、彼からプロポーズされるんだけど、はあはあ、1ヶ月後に、うん、白血病で急死してしまうんですね。そうでしたね。でそういう風な、でその後は自分で、うん、こういろんな本をまだ書き続けて、はいはい、で農場を買って増やしていってっていう、はい、でそのこう農場を買う時の、うん、弁護士というか、はい、不動産業をする、ウィリアム・ヒーリスという男性と結婚してっていう、うん、そこまでの、うん、反省を描いたんですね。でビアトリー・ポッターさんはすごく運がいいというか、とてもいい男性と巡り合ってますよね、うん、ノーマン・ウォンさんも休止はしたんですけども、うん、非常にアシストして、そうですね、出版関係の話で、うんうん、でうまくいって、うん、それを元に出版されて成功した後に弁護士さんがこうついていくっていうのもまたいいですね、うん、そうですね、はい、そこで土地を買うときに一緒に付き合ってたましたね、うん、一緒に映画の中で言うと、はい、そうですね、そしてどんどん買っていくと、土地の開発したい人たちに、敵対になるわけですね、うん、そこら辺も描かれてましたね。そうですね、面白かったですね。そこでねかかってた音楽、これいい音楽でしたね、うん、何でしたっけ、素晴らしい音楽でした、はい、ミス・ポッターの主題歌、はい、映画の主題歌になっていた、はい、翻訳だとダンスを教えてという、はい、When you taught me how to dance という、はい、音楽です。そうですね、これはどなたでしたかね、ケイティ・メルアという人。ケイティ・メルアですね。ここのねバーってね、どんな曲でもかけてもらえるんで、うん、もしだったら一緒にお酒飲みながらこれ聴いてみませんか。いいですね、はい、ではですね When you taught me how to dance の映画主題歌、ミス・ポッターからケイティ・メルア、よろしくお願いします。あ、この曲を聴くとですね、映画がもう走馬灯にもうね蘇りますけども、うん、ケイティ・メルアさんっていう方が歌ってるって知らなかったです、はい、とてもいい声 で、 そうです、ね、優しい歌い方ですね、はい、最初 の、 方ですね、ノーマンさんが亡くなった時の悲しみとこの曲が相まって、うん、とてもちょっと悲しみを感じるような、うん、切なくなるような雰囲気の曲ですね。そうですね、映画の中では、うん、箱入り娘のビアトリックスに、はい、ノーマン・ウォンがダンスを教えるんですね。なるほどなるほど。でそういうふうなところでもこの曲がかかってましたね。そうですね、あれがちょっと初々しい感じなんですよね、うん、ちょっとたどってたしい感じで、うん、声を打ち明けられない感じの、うん、ちょっとじれったさがよく描かれてましたけれどもね、うん、映画ねとても大好きで、あんまりね DVD とか買わなかったんですけれども、うん、赤いパッケージにね、うん、書いてあって、もうね女優さんの顔がこう書いてある、うん、パッケージだけでもグッときますね。そうですね、レニー・ゼウィルガーでしたね、はい、レニーさんのね演技がとても、うん、なんか何とも言えなく繊細な感じで、うんうん、初々しい感じの演技をしてました。ね、それでナショナルトラストも、ね、先生詳しく研究も、これ研究の対象にもなってるわけですかね。そうですね、うん、日本人でもナショナルトラストを研究して社会学の先生がいらっしゃる、ね、そうですか、これは研究対象として非常にいいですね、うん、日本もねこの運動がどんどん盛んになるといいですね。そうですね、はい、うん、だいぶその意識が今 SDGs といって、うん、変わってきてるので、うん、こういう活動しやすくなってると思うんですけどね、うん、自然と守ると。そして今大東文化大学のビアトリポタ使用館の話なんですけれども、はい、これね面白いのがね、言ってびっくりしたのがなんか動物園の中あったんですか、はい、あれどういうことなんですかね。そうですね、ちょっと内輪話だと、はいはい、大東文化大学が、うん、そのビアトリックス・ポッター資料館を作ろうということ で、はいはい、で最初はキャンパスの中に作ろうって話、はいはいはい、でだけども隣に埼玉県、子ども動物自然公園という県が経営している動物園があって、はいはい、そこは本当に非常に子どもたちがたくさん来るし、であそこはもう肉食動物は置かない、はい、ラクダとかキリンとかペンギンとか、うんうん、でそういう意味では小動物 で、 動物でビアトリックス・ポッターの資料館を作るのはその仲がいいんじゃないかってこと で、うん、で話を持ちかけた時に、うんうん、当時の知事が上田さん、うん、
っていう知事だったんですけども、経済畑の人で、うん、あんまり文化的なことはしてないじゃないかってちょっとつつかれた時だったらしい、うん、なるほど。ちょうどそれを持っていた時に、うん、まあ、いいじゃないかってことで、これはちょうどいいと議会でね、そういうような話で、うん、本当にこう通って、そうですか、まあ、こういうのはでも土橋さんもそうだと思うけど、うん、非常にタイミングってあるんですよね。タイミングですね。もしこれが2011年の、うん、あの地震の時だったら絶対無理でしたね、はいはい、無理ですね、うん、そういう意味では、うん、そういう知事の今話しましたけども、うん、いろんなところでうまくこう、うん、全て噛み合ってできた。あれ、ね、不思議な、まあ、自分もねたまたま偶然この土地を手に入れてとかあったんですけれども、うん、あれなんかねこれ作りたいなとか夢があるじゃないですか、うん、先生もね、ポターの資料館作りたいなと思うと夢をしっかり語ったり動き出すとそれがこううまく歯車が合うように、うん、あのなんか運命的に合うことってないですか、うん、ありますね、本当にそう。別にここまでしてもらわなくてもいいんだけどっていうぐらい、うん、あのなんかこう計画されたようになることないですか。これ映画とかね、うん、台本ありみたいなね、なんか人が出てきたり台本があるように欲しい人が出てきたりとかありませんか、ね、はいはい、なりました。あれが不思議ですね、うん、ですからね、夢をしっかりと語るとそれに準ずる人が出てきて助けてくれたりとか、ね、うんうん、やっぱり先生もやっぱりそういう経験をされて今ポター館で、これ何年にできたんでしたかね。2006年ですね。ずいぶん前にできましたね、うん、もうそうするとあれですね、17年経ってます ね、 そうですね、はい、もう20年近く前に、うん、あら、じゃあ歴史がありますね。もうじゃあもう建物もね、ポターさんの建物もヴィンテージに入ってますから、うん、これからますますいい味になってきてるんじゃないですか、ね、はい、そう、ドバイスさん館長の本でしたっけ、あの、はい、ヴィンテージとアンティークの違いって、はい、そうですね、ちょっと教えてほしいなと思って来たんです。ヴィンテージとアンティーク結構ね区別がつきにくいんですけれども、うん、まあ、アンティークって言ったら100年以上の定義ですよ ね、 ね、もう簡単に言うと、うん、そしてヴィンテージは100年以内なんですけれども、うん、ただ100年以内だったら全部ヴィンテージじゃなくて、うん、まあ、現在作られて基本的にないもので、うん、そして100年以内で、で、まあ、コレクターアイテムになりやすいものでっていうものが定義なんですけれども、うん、なぜ100年以上かって言えば関税の問題ですね、はい、なんかアメリカではもう100年、ね、アメリカで100年で以上経つ、うん、まあ、証明されなきゃダメですけれども、うん、証明書がついたら関税がまあかからないと、うん、そこのところで100年って定義が分かりやすくなったということですけど、うん、意外とねこれ勘違いされてるんですけれども、100年以上経ったら何でもかんでもアンティークになるわけじゃなくて、うん、やっぱり人が作ったものっていうのが加わりますね、うん、例えば自然の鉱石がアンティークっていう人はいないように、うん、そこに手が加わって、うん、人の思いとか技術が加わった時に引き継がれてアンティークなので、うんうん、でもなかなかね先生ね、引き継がれるようなアンティークっていうのはなかなか難しいんですよね、うん、何でもかんでもお父さんが作った、うん、あの日曜大学がアンティークっていうと、うん、なかなかそう引き継がれないですからね、うんうん、そうするとやっぱりその中には物語が必要だと思ってくるんですよね、うん、まあ、今回ね先生が集めているものっていうのはまさに物語の中の物語ですから、うん、特に古書、はい、特に初版本は、うん、それの最たるものでしょうかね、うん、でもねさっき最初の頃にねシェイクスピアの話もありましたけど、うん、シェイクスピアの時代になってくるともう500年以上前ですから、うん、チューダー朝ですから、うん、そこまでの話ってなってくるともうアンティークを超えてきて、うん、もう一つの言い方で先生もご存知かもしれませんけれどピリオドって言い方しますね、うん、アンティークかって聞いた時にこれはいやアンティークじゃなくてピリオド品だって言いますね、うん、これが面白いなっていう言い方ですね、うん、向こうの、うん、独特な言い方ですね、うん、だからそう考えるとアンティークを保持するっていうのはあのやっぱり持っているというより所有しているというよりも一時預かり人っていう感覚があるんですけど、うん、どうですかこの感覚。そうですね、うん、そう思います。あとこの前資料館にいらした時にちょっと話しましたけど、僕は一応、まあ、あの自分が作ったというか大学作ってくれたんだけども、はい、うんうん、でもやっぱりこれ長く続けるためには更新というかですね、うん、継ぐ人をこうね、して作っていかなくちゃいけないっていう意味ではね、本当その通りですね。そこがすごくやっぱりそう考えると次世代の若い子たちにこの良さを伝えていく義務っていうのが我々はあるんじゃないかなと思ってるんですね。特に先生のところは生徒さんが若いですから、当然大学生ですから、これはもう直接的に伝えることができると思うんですね。
うちの場合は逆に鎌倉の、まあ、一応中心地観光の中心地なので、うん、やっぱり食べ歩きって多いんですね、うん、小町通りから食べ歩いて、うん、まあついでに入ってきてもこれ、うん、まあこれを目的というよりも あるから入ってみようみたいな子もいるんですよ、うん、その子たちが一人でも二人でもわあすごいアンティークっていいなと思ってもらえると、うん、次の世代を引き継ぐことができるんじゃないかなと思ってるんですね、うんうん、この前クイーンが亡くなりましたね。そうですね、2020年に。でああいうふうな時ってすごくこうイギリス、うん、まあブームといっちゃおかしいんだけど、まあね、ブームになりますね。目立ったり、うん、昔バルセロナでオリンピックあった時、うん、ありましたね。あの時にはなんか大学のスペイン語学科が非常にこう、うんね、受験生が増えたとか、ね、まあ、今そんなような時代じゃないのかもしれないけど、うん、でもそういう節目節目をね、そうなんですね、今コラボってもおかしいけども、いや本当なんですね、するといいかもしれないですね。ちょうどね今日2022年、去年昨年ですけれども、うん、まあエリザベス女王がね、ちょうどジュビリーで70周年記念、うん、そしてその後6月に70周年記念を迎えられて、うん、暮れに崩御されて、まあ、要の年になりました、うん、でその時に2022年バム鎌倉英国アンティーク博物館がオープンしたので、まあ、ちょうどと言ったら失礼かもしれないですけども注目されて、うん、で鎌倉殿の13人の大河ドラマも2022年、うん、大河ドラマでね、先生ちょっと話変わりますけども、うん、土地の名前が入る大河ドラマってなかったみたいなんですね、うん、で鎌倉殿の鎌倉入ったので、そこでまあ注目されたっていうので、いい意味でね、うん、若い子がたくさん大河ドラマ化も来てですね、うん、やっぱりそういうのをうまくですね、まあ、アドバタイズメント的に利用するっていうのも一つかもしれないですね、うんうん、そう、あんともう一つ聞きたかったことがあって、うんうん、9月23日にオープンしたんですね、はい、そうですね、これはなんかこの日に決まったのは、そうなんですよね、やっぱりこれ祝日ですし、うん、あとはやっぱり皆さんが休みにしっかりとこの日に来れるっていうものもあるんですね、うんうん、あとまさかまさかエリザベス女王が亡くなると思っていなかったんですけれども、うんうん、そこで亡くなられて英国の大使に来ていただきたかった、うんうん、で、まあ、結局結論的に言うと、うん、亡くなった後に英国の大使がですね、日本の大使ですね、うん、天皇陛下をロンドンにその23日です、うん、飛行場から見送ったんですよ、うん、でもう来ないかなと思って、これはいらっしゃらないかなと思ったんですけど、うん、その足でですね、見送った足で博物館のプレオープンパーティーに来ていただいたんです、それ聞いたんですよ、やっぱり、うん、まさかね、そんなほらやっぱり不幸があった時に、うん、こんなプレオープンパーティーに来ていただいて申し訳ないですと言ったらですね、大使はこう言いました。いや、ここ日本人と違うなと思って、うん、土橋館長、土橋さんはですね、英国の文化を伝えてくれる人なんで、うん、亡くなられたエリザベス女王もそれは嬉しいと思ってるはずだ、うん、だから来てくるべきだったと言って来てもらったので、自粛、うん、じゃないですよね。そうなんですね、これが素晴らしい考え、うん、日本だとなんかこれは喪に伏してですね、うん、っていう感覚があるけれども、うん、その思いを汲み取ってきてもらえるというところで、うん、やっぱこういう感覚を持ちたいなというちょっと思いがありましたね、うん、いい話ですね。いやいや、それでですね、うん、先生ね、なんかイベントがあるそうなんですよね、はい、これちょっとね、どんなイベントがあるんですか。大東文化大学が今年で、はい、創立100周年迎えまして、でいろんな、いろんなイベントを、100周年ですか、はい、いろんなイベントを、まあ、大学、うん、まあ、できたらしようじゃないかってことで、はい、で今度7月の5日から7月の11日まで、はい、東京駅 の、 近くの丸善本店のギャラリーで、はい、ピーターラビットと仲間たちっていう展覧会をします。それは資料館のものを持って、まあ、一部ですけども、貴重なものを持って、展覧会します。いいですね。これちょうどね、丸の内の本店はですね、つい最近でもないですけれども、まあ5月ですね、5月にですね、シャーロック・ホームズ展があって、うん、私そこでですね、ちょうどギャラリートークを、はいはい、同じ場所でさせてもらいました。丸の内の本店の4階ですね、うん、あそこはいろいろなこういう催事をするんですけれども、うん、文学的なことをされるんですよ ね、 そうですね、まあ、本との関わりがやっぱり丸善さんありますからね、うん、非常にいい場所ですね、場所もいいですね、うん、そう、場所がいいですね、東京駅から徒歩目の前ですから、はい、これはじゃあ4月の5日から4月11日、これ入場無料なんですね。そうです、はい、ぜひお運びください。ぜひ
行ってみたいと思いますけれども、うん、あとあれですね、大東文化大学の中でもあるんですね、はい、これはどういうお話なんですか。あの芥川賞作家で、はい、今あの非常にこう人気のある、うん、川上美恵子さん、うん、作家詩人の川上美恵子さんと、はいはい、あの僕が対談講演会をしようということ でなぜ川上さんお願いしたかというと、あの去年の、うん、3月だったかな、はいはい、10月だったかな、はい、あのピーターラビットの新訳、ピーターラビットシリーズの新訳を彼女があの全部訳すということ で僕が監修をしてまして、うん、その関係で、まあ、来てくれるということで、あの対談講演会をすることになってます。新しい役、そうですね、現代に合わせた役になるということですね、はい、ピーターラビットの話もねやっぱりだいぶ引き継がれてますから、うん、少しずつ現代の言葉に変えないと分かりづらくなってる部分もあるかもしれませんね。やっぱり有名なのは石井桃子さん、うん、福音館のね、はい、でやっぱりかなりこう小さい子供を意識しているようで、うんうんうん、漢字はほとんど使わないで、はいはいはい、分かち書きって言ってあの、まあ、単語と単語の間に空白1文字スペースを空けてっていう、ね、そういうのが非常に多いんですけど、うんうんうん、川上美恵子さんの役は少し、うん、あの漢字を多くして、で読点とか句点を使って、うんうん、そこにちょっと差があります。あ、じゃあ面白い、そうです、ね、また違った意味で、はい、大人も少し楽しめるような、やっぱり詩人なので、うん、あのまあ、ビアトリックス・ポッター そのピーター・ラピットシリーズって、うん、ナーサリー・ライム、マザー・グースが非常にこう、うん、いろんなところに散りばめられてるんだけど、はいはいはい、そういうところも非常に五七五で訳したりとか、とてもあの日本人にはあの読みやすい訳になってます。これは面白いですね。これは発売はいつ頃なんですかね。去年の10月、あ、3月、そうですね。で今ちょうど十数冊まで来ました。全部で23冊彼女は訳す予定です。これから楽しみですね。そうですね。じゃあ全部を訳すということですね、はい、でその中でこそ、うん、そうもう一つ聞きたかったの、はい、なんかあの袋を飼ってるって聞きました。そうなんですね。あのドバイス館長は袋、ね、袋を飼ってるって 3匹、そうです、3匹白袋を飼ってましてあとはですね、あのヨーロッパのワシミミズクとですね、うん、あとアフリカのワシミミズクとね、まあ、ちょうどハリーポッターに出てきた袋なんで、うん、ハリーポッターも好きなので、はいはい、まあ、白袋のヘドウィックですね、うん、あれと相手役のね、まあ、敵役のマルフォイとかが飼っているようなワシミミズクを飼ってですね、これ大好きなんですね。でビアトリックス そのシリーズの中に、うん、あのリスのナトキンの話とかって、あ、これはフクロウが出てくるんですね。出てきますね、フクロウの話、はい、あとあのフクロウと子猫ちゃんっていう、うん、あのナーサリーライムがあるんだけども、うん、そういうのがそのポタ その本の中に描かれて、ちょっと後で書いた節分がありますので。そうですか。後でお渡しします。あのちょうどね、あのイギリスの家庭に訪問して泊めてもらうとですね、お庭にですね普通にあのウサギが出てきて、そしてねキジが出てきたり、もう鳥が出てきて、ヘッジホッグとかね、ヘッジホッグが出てきてってで食べるのを待っているキツネがちょっと見えてきたりとか、うん、本当にあるんですね。フクロウが飛んできたりとかね、あの自然がすごいんですよ ね、はい、あれをそのまま描いている、うん、なので私ね自然、あ、動物が大好きなんですね、もともとウサギも飼いましたし、うん、ありとあらゆる動物を飼い続けてて、どうしてもフクロウを飼いたかったんですね、うん、でフクロウを飼うとねすごく可愛くてですね、まあ、もっともっといろんなフクロウを飼いたくてですね1匹飼ったらですね、うん、3匹になっちゃったんですけども、うん、これからで3羽になっちゃったんですけど、うん、もっともっと増やしていきたいなと思っていい今度じゃああれですね、大東文化大学のこのポーターの資料館に連れて行きましょうか、ね、はい、フクロウを飼るまで、ね、先生ね、これからのね活動予定とか夢とかあると思うんですけど、今からの夢とか何かあったら聞かせていただきたいなと思うんですけれども、あの資料館は埼玉県にあって、はい、そうですね、で埼玉県 あの子ども動物自然公園、はい、で子どもたちが、まあ、遠足で来たりするんですね、うんうん、でまあ英語で最初のピーター・ラビットの話の最初の4ページぐらいまで、そんな長くないんですけども、はいはい、英語で唱えたら入館料タダとか ね、それでたくさんの子どもたちがねそういうふうなこう経験ができて、その後自分で読んで、読者を増やしていくっていうのは僕の夢の一つです。いや、これ面白いですね。呪文みたいなもんですね、うん、この英語でちゃんと言えたら、うん、
ただで入れるよ、入館料無料だよって言ったら一生懸命覚えて、そうですね、で英語を学ぶきっかけ、うん、文学を学ぶきっかけになりますね、うん、で実際あの英語自体があの簡易な英語ですから、子供用の英語なんで、はい、難しい単語を使ってないんで、うん、きっかけにはいいかもしれない、ね、いいですね。なんか英語の授業というと昔からなんか固い感じで、うん、あの文章もやっぱりアルファベットから始まって、うん、単語から始まってって面白くないですよね、うん、やっぱり口語体でちょっと文学的な要素があった方が、うん、あの記憶術にしてもあのイメージと言葉が結びついた時に記憶されるってよく言われてるように、あれ文学はちょうどいいのかもしれないですね、うん、英文学っていうのは、うん、そうですが、まあ、よく言われるけど、あの、まあ、最初に教える、うんうん、その英語子供にね、うんうん、あの英語圏の、はいはい、まあ、ナーサリーライムを最初で最初に読ませる絵本は、うん、ピーター・ラビットの話だってこう、ね、言われるぐらいで、まあ、とても文体もしっかりしてるし、あの今でも錆びないあの英語だと思います、うん、そうですね。これはちょっとね英語教育に逆に言ったらもっと取り込んだ方がいいかもしれない、うん、そうですね、ナショナルトラストと一緒にね、そうですね、ナショナルトラスト自然を守るという考え方、うん、英語教育、うん、まあ、いろんな、ね、文学いっぱいありますから、うん、逆に、ね、子どもたちに選ばせてもいいですね。そうですね、やっぱりピーターラビットもあるし、うん、アリスもあるしとか、はいはい、まあ、いろいろな英語の教材を持ってきて、うんうん、君たちはどれが好きって言って、そういう選択いいですね。例えば逆にね、最初に日本語で読ませておいて、うん、軽くね、うん、あの概要をつかませて、うん、触り、どれ読みたいって、うん、あのやっぱり好き嫌いあると思うんですよ、うん、男の子女の子、うん、そういう教育も面白いかもしれないですね。うん、まあ、中学校教科書に一部だけども、うん、まあ、ポッターのこととナショナルトラストのことが ある教科書もあるんだけど、まあ、そんなすべてじゃないんでね、今みたいな。ナショナルトラストが入っているとかポッターが入っている教科書もあるんですか。中学校の教科書で。あ、それはいいですね、うん、やっぱ小さい頃というか若い頃それを分かっておくというのは、うん、とても将来的にいいですね。そうですね、いいと思います。いや、ぜひね、その夢をね実現させていただきたいんですけれども、うん、またね先生ね、あのポターのね資料館行ってまたゆっくりとですねお話を聞きたいんですけど、もう少しこのバーで飲んでいきませんか。あ、いいですね、もう一杯、今度ウイスキーがいいですか、スコッチがいいですか、何いきましょうか。うん、ウイスキーにしましょう。じゃあマスター、じゃあスコッチウイスキーをもう一杯お願いします。では最後に心に残る言葉をご紹介します。ドイツ生まれの理論物理学者アルベルト・アインシュタインはこう言った。昨日から学び、今日を生き、未来を願いなさいと。ではまた来週この時間この場所でお会いしましょう。英国アンティーク博物館バム鎌倉、土橋正臣のノーアンティークノーライフ。